オリマーさんを救出しようとしたところ、僕らは謎の生命体に遭遇した。この生命体はどういうわけかオリマーさんを狙っているようだった。なぜあれがオリマーさんを狙うのか、その理由は僕らにはわからない。とにかく今はただオリマーさんをドレイク号へ運ぶことに専念しよう。探索19日目。はい、今日こそオリマーさんを助けに行きましょう。頑張るぞ。うまく連れて帰ろう。キャプテンオリマーを救え。やっぱあそこボスマップなんだろうな。スタート地点に戻ってるんだね、オリマ。あ、オリマーさん、よかった、無事だったんだ。今日こそ助けてあげますからね。あの金色の生き物はいないようですね。今のうちに救出しましょう。羽ピクミンならこの崖登って一発なのにさ、なんでこのダンジョンの中通ろうとするんだろう。はいはい、どうもどうも。あー、来たー。また現れたな。オリマーさんを頼みます。ブリトニーさん、任せて。こっちよ、早く。お、なになに、メモ。思えばこれまで仕事ばかりの生活で家族と一緒の時間を過ごせていなかった気がする。妻や子供たちに寂しい思いをさせてしまったな。この仕事が終わったら家族で遊びに出かけよう。きっと楽しい時間が過ごせるに違いない。早く帰って家族の顔を見るのが楽しみだ。早くオリマーを助けてあげなきゃ。これ大丈夫か、先回りされてない。オリマーさんが危ないけど大丈夫大丈夫、先回りされてないわ。こっちね。もう少しで明かりが見えてきた。さあピクミンたちも追い早くおいで。よーし、偉いぞピクミン。さあ決戦のバトルフィールドに行こう。ここまで来た。外に出れた。来てるー。何、うわ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 、びっくりした。あ、はいはい、中の人ね。なんかメルタンみたいだよね、ポケモン。うおー、メルメタルになっちゃった。巨大マックスした。あー、オリマーさんが気持ち悪い。 BGM かっこよ。こいつどうしたらいいんだ。何する気？まず攻撃を見たい。アメニュード、分裂したらかけらを潰せ。はいはーい。怖いなこれ。分裂まだ？あ、気づいたら分裂できるのね。了解了解。今だ今だ今だ。あー、そんな。うわ、吸引された。なるほど。はいはいはい、一気に来るぞ。怖い怖い。はい、みんな帰ってきて、みんな帰ってきて。吸収したね。ごめん、みんなを救うことはできない俺には。危ねえ危ねえ。なになに、難しい。どうやったら回避できるんだっけ。あ、まだ吸収された。あれは何、あいつ潰してくるの、潰すエリア怖っ。怖い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 。
どこ狙っとんねん。うわ、びっくりした。あ、はいはいはい。何あれは、どうしたらいいの。とりあえず、あ、あれを赤ピクミンで。はいはい、みんな来て、みんな来て。怖い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 、トゲ攻撃が来るからな。難しいねんな。あ、またもう、うわ、新しいの入った。今度は何、電気か。何をする気、何をする気。怖い怖い、怖い怖い怖い、何何、あれはどうしたらいいの。オッケーオッケー、よし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 。今度は何、こいつは電気か。うわうわ、回り込んできた。飛んだら羽ピクミン。なるほど。うわ、3個も落ちた。こいつは炎。よしよしよし、みんな助かった、みんな助かった。よし、めっちゃ速くなって、よしよしよし、みんな救われてる。あ、一匹死んだ、ごめんよ、助けれなかった。はい、羽ピクミンやっちまえ。よしよしよし、突撃突撃突撃。いっぱい狙われてる、やめて、そんなにトゲトゲ刺さないで。もうどんどん狩られる。あー、もうまた、やめろ、それをやめろ。落ちた、落ちた、倒せ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 、ぶっ倒せぶっ倒せぶっ倒せ、倒したー。終わり、怖っ。何匹ピクミンがやられちゃったか分かんない。ノーデスクリアする方法も分からない。あー、オリマー助かった。あ、オリマ起きてる、よかった。そうか、そんなことがあったのか。申し遅れたが、私はキャプテンオリマー、ドルフィン号の船長だ。ルーイは私の仲間なのだが、不器用なやつでね、ほんと迷惑かかってよ、あいつ。後できつく言っておくから許してやってくれないだろうか。オリマーは成人か。あなたも大変ね。ところで、さっき言ってた探し物はこれじゃないか。ワープドライブキーだ。これでやっとコッパイ星に帰れるぞ。よかった、ふう、助かったわ。キャプテンオリマー、これも何かの縁だ。ホコタテ星は帰り道だし、送っていこうか。ありがとう、助かるよ。宇宙船が故障して困っていたんだ。ティクモンティクティクポン。うるせえな、お前は。お前だけ日本語喋ってんじゃねえよ。やったー、ピクミン3クリアだ。あ、ピクミンたちが
これが本当の別れだと彼らも察しているのでしょうか。あ、え、黄金のやつ倒してねえじゃん。ピクミンにはお世話になったわね。黄色のやつ倒してねえけどいいの？そうだな。オニオンもあんなところに置いてってるし。さらばだ、友よ。これで終わりなん？あんなところにオニオン置いてってかわいそうやん。あの子たち、私たちがいなくてもやっていけるかしら。そう信じよう。それに我々には待っている人たちがいる。さあ帰ろう。ラジャー、ワープ工法に入ります。ワープドライブオン。こうして彼らは任務を完璧に遂行した。大量の食料資源を手に入れると同時に究極の計画性を身につけた彼らは故郷の星の救世主となるに違いない。彼らの指導によって計画的な栽培と収穫を繰り返し、回収した果実の種は新たなコッパイ製の資源として生まれ変わっていくだろう。しかしドレイク号がこの星に降りるときに起きた事故の原因は謎のままだ。What was the cause of the accident that sent the SS Drake hurtling to PNF-404 surface? ひょっとしたら彼らをこの地に引き寄せたのはピクミンが繁栄のために周りの宇宙船落としてるとかだったらめちゃめちゃ怖いよね。そういう能力も持ってるピクミンがいたみたいな。わあ、ピクミン3終わりだ。かわいい。いけるかそれ。いけんやん。くそ、転ぶんだよねピクミンってね。あー、かわいい。チャッピーが来てた。それみんな隠れろ。うおー、危ねえ。儚い命さらわれちゃった。またなんかのが墜落してない？
The end。 ここまでのご視聴ありがとうございました。ミッション巨大生物を倒すでアメニュードを2度目になりました。アメニュードとの戦い、ストーリーでアメニュードを倒す。クリアおめでとう。ピクミンチャレンジャー、ストーリーを普通以上でクリアする。あ、普通以上だったっけこれ。簡単だったな。サイドストーリーでオリマーの冒険再びが遊べるようになりました。おお。探索結果。持ち帰った食料資源。はい、66個全部。探索日数19日間。死亡したピクミン。あ、でも、全部で100匹もいないんだね。よかった。いや、よくはねえけど。やっぱ最後でいっぱい食べられたよね。あれが悔しかったな。刺してきたもんね、あの金色のボス。はい、それでは、ショーンのピクミン3、ここまでで終了かな?もしかしたら、オリマーの冒険再びを、次回の投稿でやるかもしれません。それではここまでのご視聴誠にありがとうございました。 See you next time! バイバーイ!